GPS 衛星の配置イメージ。衛星コンステレーションとは、特定の方式に基づく多数個の人工衛星の一群システムを指す。個々の衛星は、システム設計された軌道に投入され、強調した動作を行わせ、システムの目的を果たす。コンステレーションとは、星座のこと。多数の人工衛星を投入するミッションは1970年代までもあったが、衛星を 強調動作させるものはほとんどなかった。多数の衛星を強調動作させるための衛星間通信などの技術の開発により行われるようになった。また、1990年代はソビエト連邦が崩壊して冷戦が終結し、航空宇宙防衛産業が宇宙の商業利用にビジネスチャンスを求めた。さらに、ロシアや中国、日本もロケットの商用投げに参入し、 競争のため衛星打ち上げ用ロケットの大型化、低コスト化を進めた。これにより、経済的にも現実性が高まった。低軌道衛星を用いるものは、静止衛星と比較して、高緯度の地点でも容易に更新可能で大型の指向性アントナが不要である。しかし、一つの衛星から見渡せる地域は狭くなるため、多数個の衛星を衛星間通信により強調動作させ、 全地球的な更新を可能にしている。ありがとうございます。